どうも、ベアです。プラレール戦利品のコーナーでございます。今回も、プラレール戦利品をゲットする前からちょっとカメラを回していきたいと思います。今回来ているお店がですね、ホビーオフ、鳥取小山東店の方にやってきております。こちらはですね、ベイアにとってはそのホームリサイクルショップみたいな感じでして、まあ以前ですと、まあ月に3、4回ぐらいは通ってたリサイクルショップになります。ただ最近はですね、ちょっと連敗が続いておりまして、なのでちょっと足が遠ざかっていたんですけども、ここ3連勝かな、ここ3回ぐらいは本当いいものゲットしてまして、3連勝中なので、その勢いに乗じてですね、ここでも、連敗をストップできるんじゃないかなと思い、やってまいりました。まあ、本当ね、リスク高いお店なんですけども、ちょっと一発ね、いいものをゲットしていきたいなと思います。本当ね、これ、お店に入る前に動画を回しているので、もし戦利品がなかった場合、ちょっと悲惨な動画になるかもしれませんけども、あった場合はね、またテンション高く紹介していければなと思います。それでは、中に入って、戦利品を漁っていきたいと思います。はい、プラレール戦利品あさりから戻ってまいりました。このテンションお分かりでしょうか。プラレール戦利品なしということになりますかね。ほんとね、手ぶらで戻ってくるのがちょっと悔しかったので、ないというわけじゃないんですけども、ほぼほぼ負けですよね。今回ゲットしたのがですね、まあ、もう車で紹介しましょうか。もうね、いつもよりちょっと袋が小さいんですよね。もう出しちゃえ。もう投げやりです、ほんと。ね、いつも通りのこれ、クララベルかな。これが110円だったんですよね。まあ、使えるですよね、ロング変線のね。ただ汚いんですよね、このテープが。もう買わなくていいもんまでちょっと買っちゃいましたよね。この3連勝がちょっと、ね、こういうことさせたんですよね。まあ、ここちょっとでテープをね、剥がして、洗浄すれば綺麗になるかなと思います。あとはもう一つは、車止めストーマスのやつをね。で、これで、袋を合わせて170円という。まあ、戦利品じゃないですよね。もうこれはね、もうなんか埋め合わせみたいな感じで買いましたからね。ほんとね、ちょっと悔しいね。ここほんと最近いいものないわ。ちょっとね、引くものはあったんですよね。ただそれパーツがちょっと欠品してまして、まあ買うに値しなかったんですけど、それがパーツが揃ってればね、またプラレール戦利品ゲットーっていう風になったと思うんですよね。もうね、これでちょっとね、家に帰るのちょっと悔しいので、もう一軒ちょっとまあリサイクルショップじゃないんですけど、そこに行ってですね、まあ、あるのかないのかわかりませんけども、ちょっと最近再販したものをね、買いに行ければなと思います。ただ、ほんとあるかないかわかんないんですよね。ちょっと前、まあ、この動画を撮影するね、1週間ぐらい前かな。もうちょっと最近かな。に発売された、まあ、結構人気な商品なので、まあ、メルカリとかにもすでに結構、ね、定価より倍以上の値段とかで出てたやつなので、まあ、まだ売れ残ってるかどうか微妙なんですけども、まあ、そこに行ってね、あればね、ちょっとリベンジという風な形だし、なければもうほんと悲惨な動画になるかと思います。ちょっとそこに行って、リベンジを果たしたいと思います。はい、リベンジを果たしたいお店にやってきました。こちらですね、鳥取市にあるトイザラスの方ですね。トイザラスほんと久しぶりに来ました。で、こちらにはですね、トイザラス限定の、プラレールが最近発売になりまして、それが、ね、今回リベンジ果たせるか果たせないかになってくるんですけども、ちょっと中の方に行って、ゲットしていきたいと思います。頼むから会ってくれ。はい、帰ってまいりました。皆さんどう思います？あったでしょうか？なかったでしょうか？正解はですね、ありましたー！ザザンと。こちらはですね、これになります。ザンと。初めて物語セット、緑のトーマス&黒いジェームスということで、この前ですね、神戸のリサイクルショップでゲットした緑のトーマスと黒いジェームスが入ってるセットなんですよね。これがトイザらス限定でして、これのね、再販があったということで、ね、ゲットしました、新品を。やったぜー、ありましたねー。もうメルカリとかでですね、これ、まあ、ここでですね、だいたい4000円ぐらい、3500円だったかなだったんですけど、メルカリとかで9000円とかで取引されてたので、まあ、ちょっと、なんていうんですか、品薄なんじゃねえかっていうちょっと不安があったんですけども、ちゃんとありましたよ。で、一応ですね、まあ、この前のリサイクルショップでの中古品と新品とっていう風になるんですけども、まあ、イベントとかでね、新品も出したりとかできるようになったので、これもちょっと使っていけたらなと思います。で、あとはね、もう一個、ストック用で、これは置いときます。二つ買ったので、一つはイベント用というか、オープンにできる用と、ストック用という風になります。いやー、まあ、これでね、リベンジを果たしましたけども、まあ、プラレール戦利品としては、3連勝でストップと。まあ、3連勝できたことがほぼほぼ奇跡だと思うんですけどね。やっぱり県内ではちょっと微妙ですよね。成功到底みたいな感じですよね。本当西の米子の方では、まあ、ちょこちょこいいものがあったりとかするんですけど、まあ、鳥取の、東のね、鳥取では、まあ、ずっと連敗中と。だったらね、米子ばっかり行けばいいんじゃねえかっていうふうに思うんですけどもね。まあ、ベイヤンが住んでるのがですね、米子と鳥取の真ん中ぐらいでして、まあ、鳥取市の方が近いというのもあるんですけどね。なのでちょこちょここっちには来るんですけど、来やすいんですよね。なので、まあ、こっちに来ちゃって、まあ、連敗というか、負けてしまったんですけど、ちょっと悔しい。ただまあ、これがね、手に入ったので、まあ、よしとしようかなと思います。これでね、これに懲りずに、まあ、ちょっとプラレール戦利品今後もやっていきたいと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ベイヤン頑張れとかと思われた方がおられましたら、できれば高評価の方よろしくお願いいたします。はい、ではまた次回のプラレール戦利品でお会いしましょう。バイバイ。